春光の街中日記。今日は10月13日にオープンする馬場川通り紅茶スタンドを紹介します。この度10月13日に、馬場川通りの方ですね、紅茶スタンドを開店します。加納と申します。よろしくお願いします。はい、改装中のおしゃれなお店からお送りしたいと思います。初めて来てみたんですが、着々と改装中なんですけども、紅茶屋さんというよりはアンティークショップみたいな店ですごくおしゃれなんですけども、ここにお店を出したきっかけは何でしょうか？はい、ここにお店を出したきっかけというのが、先日までですね、前橋の方で、フラスコという形のシェアオフィスの方を、参加しておりまして、前橋の方で3ヶ月程度紅茶の販売をしていたところ、やはり地元が前橋ということで、この町で、お店を持ちたいなと思い、そこから店舗を開店することになりました。フラスコでは僕も何度も紅茶を試飲させていただいて美味しくいただいたんですけれども、紅茶歴ってどんな感じなんですか？はい、紅茶の一番のきっかけというのは、子供の頃からよくティーバッグなんですけども、うちの方で紅茶が出てたっていうことが一番のきっかけなんですけども、本格的に紅茶を深く知ろうと思ったのは、30歳になった頃ですね。で、今38なので、約8年くらいそこから、紅茶の探求が始まりまして、で、今こうやって店舗を開店というところまで来た感じになります。以前まではネットショップの方で通信販売のみを行っていたんですけども、今回は初めて店舗という形で営業させていただきます。はい、名前が紅茶スタンドってことなんですけれども、これは紅茶屋さんカフェとはちょっと違うんですか？はい、通常の紅茶屋さんっていうのはティールームという形が多いんですけども、あとは喫茶店ですね。当店の方はですね、今コーヒーでは結構当たり前のスタンドタイプということで、スターバックスさんみたいな、セルフ式の紅茶スタンドですね。注文をいただいて、紅茶を持って行っていただいて、あと自由に席でおのおので楽しんでいただくというスタイルになります。はい、ぜひこんな空間で紅茶飲んだらいいなっていうふうに思うんですけれども、この前新聞でも紹介されていました前橋企業支援センターの支援第1号ということなんですけれども、こちらについてちょっと教えていただけますでしょうか？企業センターの代表の田島さんをご紹介いただきまして、やり取りをやっていたんですけども、創業支援センターを使ってやってみないかというお声掛けをいただきました。どのような支援をしていただけるんでしょうかね？はい、私は一番初めというのは、やっぱり店舗を探していただく、ということですね。リクエストはこの中心街という形で大まかだったんですけども、その中で店舗を紹介していただきまして、今回この店舗になったということですね。あと各種助成金等をですね、やっぱり素人の私が書類を作るというのは結構難しいハードルなので、その辺の作成のお手伝いをしていただきました。これからオープンということなんですが、どのような店にしていきたいって思っていらっしゃいますか？はい、当店は公式的にはものすごく気軽に紅茶を楽しんでいただける形になるお店なので、近隣の方をはじめ前橋中心街を使っていただく方に使っていただけたらなと思います。春光の街中日記、今日は10月13日にオープンする馬場川通り紅茶スタンドさんを紹介しました。それでは加納さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。